皆さんこんにちは。ヒューマンギルド長藤薫です。アドラー心理学専門チャンネルヒューマンギルド、本日はアドラー心理学基本の基、アドラー心理学の基本的な考え方5本柱のその2、目的論って何というタイトルでお送りいたします。まあ、とてもアドラー心理学的な考え方として特徴付けられる目的論について本日はお話しいたします。さあ、アドラー心理学の基本的5本柱ですが、この5つです。自己決定論、目的論、全体論、認知論、対人関係論ということで、まあ、以前に自己決定論のお話をいたしましたので、本日はこちらの目的論のお話をしていきます。まあ、これプラス行動や、やり方の指針となる共同体感覚とか技術としての勇気づけ、そして人のありようを表すライフスタイルなどがアドラー心理学の考え方として皆さんに広く知っていただいているかと思います。本日は目的論です。目的論なんですけれども、一言で説明すると、人間の行動にはその人特有の意思を伴う目的があるということです。私たち一人一人こうなりたいとかこうありたいとこうね、プラスに感じられる未来があって、それを仮想的目標、まあ別名究極目標などというんですけれども、これね、あの英語の文献などではフィクショナルゴールと言われているものです。まあこれの訳が仮想的目標というものなんですけれども、これが一人一人違うんですね。ある人にとっては人より優越でありたい、ある人にとっては、とにかく安心安全でいたい、まあ、ある人にとっては完璧完全でありたいなんていうことがあるんですけれども、これは本当に様々です。もちろん私たちのほとんどは日常生活の中でそれを意識して生きているわけではないんですけれども、でも究極的にどうなりたい、どうあったらいいのかというのはみんな持っているということなんですね。自分の究極目標とか仮想的目標って何だろうかというのを知りたい方は、ぜひアドラー派のカウンセリングを受けてみていただきたいなと思います。話を戻しますと、私たちはね、こうなりたいこうありたいって思うこの仮想的目標に今の段階では到達していないので、相対的にマイナスと感じる現状があります。そして目標とするところに意思を持って近づこうとするね、意思を持って近づこうとする目標追求性というものがあります。そしてこのね、目標としているところと現状には当然ですけれども、まあね、このね、差があるわけです。今の時点がこの時点で、目標としている時点がここですから、差があるわけです。で、これをまあ、このギャップのことを、アドラー心理学ではその劣等感、これをね、劣等感と呼んでいるんですね。こうありたい、こうなりたいと思っているけれども、そうなれていない自分に対して持つ感情です。このね、劣等感に関しては、次回の、このヒューマンギルドのアドラー心理学専門チャンネルで詳しく触れますので、ぜひ楽しみにしてください。ちなみになんですけれども、意思のない行動は反射でしかないということも言われています。そうですよね。なんか熱いものを触ってあちって。これは別に意思のある行動というよりは、どちらかというと反射なのではないかというところです。さて、ここで心と体というのが出てくるんですけれども、私たちは身体的な症状と精神の営みというね、両方があるわけですけれども、身体症状について、例えばお腹が痛いとかっていう風になったら、なんでお腹が痛いんだろう。あ、昨日食べたあれがなんか痛んでたのかもしれないとかね。まあ、さっき重いものを持ったからちょっと腰が痛いなというように、身体症状に関しては原因は何か、というふうに追求するのが一般的です。これは、まあ、ここにね、自然現象の解明の仕方と同じ方法論とありますけれども、まあ、例えばね、大雨が降った時などとか、大きな地震があった時などは、その原因を解明する。例えば、急速にこんなふうに 雨雲が発達してとか、ここのプレートがずれて大きい地震が起きたなんていうふうに、自然現象では、まあね、原因は何だろうというふうに解明をするんですけれども、じゃあ精神の営みに関して、まあ一般的には精神の営みに関しても原因は何だろうと探っていくんですけれども、アドラー心理学ではその目的は何だろうかと考えるわけです。例えばね、うつうつとした、まあ抑うつ的な気分が続いている、
その原因は何だろうかというのは一旦置いといて、何の目的があるんだろう、何の目的でこううつうつとした気持ちになっているんだろう、まあ、あとはイライラした気分が抑えられないという時には、この目的は何だろう、イライラすることによってどんな目的を達成したいんだろうかと考えるんですね。視点が全く違うわけです。その考え方の元になっているのは、人間精神の営みには特有の意志があるということ、そしてその意志は未来思考的であるということです。で、先ほどのね、身体症状が、まあ、精神の営みに関してその目的を問うというお話をしましたが、身体症状に関しても目的論で語れる部分があります。すべてではないですが、目的論で語れる部分があります。わかりやすいのは、まあ、何らかの原因があって、その身体症状が作られ、そして何らかの目的があって使われる場合があるということなんですね。例えば、まあ何らかの原因でジンマシンが出てしまうとか、頭痛がするとか、まあ、肩こりとか腰痛がひどいなどということがあります。その原因がね、心理的ストレスだった場合に、そのストレスを取り除けば、あっという間にね、その症状が消えるということがあります。この場合、その身体症状というのは、ストレスを取り除くという目的が果たされれば消えるということになります。そしてここには、まあ、こんな言葉聞いたことある方もいらっしゃるかと思います。疾病離職という言葉があります。例えば私も経験があるんですけれども、心理的なことが原因でちょっと抑うつ状態になって会社を休職するなんていうことがあるとします。会社休職するわけですから家にいるわけですけれども、家にいるときはしんどい仕事もしなくていいし、しんどい人間関係に悩まされることもないわけですよね。でもやっぱり社会人としていつまでもね、休んでいるわけにはいかないので、症状が回復すると復職しなくてはいけない。で、さあ復職となると、明日から、仕事にもう一回行くってなるとまたうーってね、苦しくなってしまう。ね、症状がぶり返してしまうということがあります。これは疾病の状態であることに、まあ利得があるわけですよね。仕事しなくていい、嫌な人に会わなくていいというような利得がある。その疾病がなくなってしまうことで利得を失ってしまいそうになり、心が危機的な状況になって、目的が果たされなくなっちゃうわけですから、その疾病がぶり返してしまうというようなこともあるということです。だけれども、やはりね、私たち、アドラー心理学的な考え方としては、原因論ではなく、その目的論的な考え方を持って生きるということ、まあ、推奨というかね、そうした方が、気持ち的に、前に向けますよということを言っているんですけれども、まあ、タイトルに目的目標を選ぶか、原因にこだわるかということがあります。目的論の視点、まあ、これね、横軸が時間軸ですね。左が過去、右が未来です。まあ、縦軸が好ましい建設的、好ましくない非建設的なことだとしますと、現在の立ち位置がここだとすると、目的論的な、視点はどこにあるかというと、まずここにあるんですね。ここって何かというと、未来のこうなりたい、こうありたい姿、まあ、先ほどで言うところの仮想的目標のところですね。こうなりたいとかこうありたいという未来があり、じゃあそこに対して今の自分はどういう行動を起こすか、今一歩踏み出すとしたらどうするか、ね、今が例えばものすごいどん底であろうとも、過去を振り返るのではなく、今どん底だけれどもこうなったらいいな、こうであったら満足だな、こうであったら幸せだなという、ここを見据えて、じゃあそうなるために今どうすればいいかというね、今の一歩を踏み出すというような、ここの視点なんですね。一方、原因論の視点というのは、この左下の部分なわけです。ね、今が、まあ、この状態だとして、で、それが自分では満足いかない、最悪だ、どん底だというような場合に、なんでこんなことになったのか。まあ、大概ね、過去のよろしくないことを振り返るわけです。あれがあったから、これがあったから、あの人にあんなこと言われたから、こんなことに出会ったからというふうに、こちらの方を探すのが原因論的な視点なわけです。で、こちらなんですけれども、まあね、一生懸命こちらを見据えたとして、現在どういう状況になっているかということの解説にはなったとしても、問題の解決にはつながらないんですね。しかも、あんなことがあったからだ、こんなことがあったからだ、で、まあ、終始してしまって、
人のせい、何かのせいということで、自分がじゃあどうこうしようという、ね、そのアクションの一歩というのは原因論的な考え方だとなかなか掴むことができない。だけれども、目的論的な考え方であれば、こうなりたい、こうありたいっていう主体的なものがあるので、じゃあここから一歩踏み出すとしたら、自分は今どうすればいいのかという主体的な自分の行動が起こせるわけです。さあ、ここからね、ちょっとだけアドラーが目的論に関してどういう言葉を残したかというのを解説します。こちらですね。すべての人を動機づけ、我々が我々の文化へなすあらゆる貢献の源泉は優越性の追求である。人間の生活の全体はこの活動の太い線、まあ、先ほどの斜めの線ですね。太い線に沿って、すなわち下から上へ、マイナスからプラスへ、敗北から勝利へと進行する。まあ、これは人生の意味の心理学という本の中で触れられているものです。そしてもう一つ。個人心理学は人間の精神のすべての現象を一つの目標に向けられているかのようにみなすのである。このようにアドラー自身が非常にやはり強く重要だということで、この目的論というのを紹介をいたしました。本日のアドラー心理学専門チャンネルヒューマンギルド、今日はね、アドラー心理学基本の基、アドラー心理学の基本的な考え方5本柱のその2、目的論って何というタイトルでお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねを、よろしくお願いいたします。こちらもご案内しているんですけれども、私の、公式メルマガが6月にスタートいたしました。こちらの QR コードから、どんなページでサンプル版が読めますし、最初の月は無料ですので、よろしかったらぜひ覗いてみてください。ではまた次回。さようなら。